東海大新交通100系電車は愛知県小牧市の東海大新交通東海大線で運用されていた AGT の車両である。1991年3月25日の開業から2006年10月1日の廃止まで運用された。統計列は日本車両製造が開発した a g t ボーナーを採用しており、製造は 前後編成のうち日本車両が3編成を、三菱重工業が2編成を担当している。4両固定編成で、先頭車の110系、中間車の120系、130系、最後車140系がある。各車両の出入り口は、先頭に向かって右側1カ所のみ。そのため、路線の奇襲点駅に設けられたループ線を回って、 方向転換することになる。このような仕組みが採用された理由は、計画当初に想定されていた、東華大ニュータウンの想定人口が減らされたからである。そのため、東華大線も、計画自体も見直すことになり、大幅な経費削減を図らなければならなくなった。車両の入り口を片側のみにすることで車両の、 制作費用を抑え、さらに車両の方向を変更する、機械設備も必要なくなったため、大幅な費用削減が図られた。また、計画当初は、完全無人運行のシステムを採用する予定だったが、大幅に費用がかかることから、これも、経費削減を理由に採用されなかった。各車両は中型から大型のバス、または一両編成の路面電車程度の大きさである。 重量は約10トン。運行時に利用する運転台は、先頭車の110型にある。また、車両基地から東日台東駅への移動時にのみ使う、簡易運転台が、最後、お車の140型にもあるが、普段はカバーで覆われている。シートは固定クロスシート。右側が一人掛け、左側が二人掛け。地下鉄、サリン事件以降は、運転席に、簡易。 ガスマスクを備えるようになった。東海大新交通は2006年10月1日の東海大線の廃止後、同線と同じシステムを採用しているユーカリガオカ線を運営する山間に対して車両の売却を打診した。しかし、東海大線に比べユーカリガオカ線の方が建築限界が小さいため物理的に入線が不可能であったことや、 車体両側面への扉の設置改造が必要などの理由で売却には至らなかった。次に、小牧市や鉄道博物館に購入を依頼したが、設置場所がないなどの理由で断られた。その後インターネットでの売却も図られたが、買い手は廃止後しばらく現れなかった。その後2008年1月、愛知県豊田市在住の鉄道運転士をしている男性が、 戦闘車両を個人で購入した。またその他に、同県治竜市や三重県桑名市にある会社などに合わせて5両が売却された。なお残りの車両は名古屋市に本社がある金属リサイクル業者に買い取られ、ほとんどが同社によって解体処理された。ザモノレール、高段車、i s b n 七十八から四から零六から六千二百十七から、 7講談社ブッククラブ、https コロンスラッシュスラッシュ bookclub.kodansha.co.jp スラッシュプロダクトアイテムイコール000221890ありがとうございます。